前回呪われた椅子の話をしたんですけど、はいはい。まだ覚えてますか、ね、覚えてます。はいはい、まあね、あれはまあそうだったのかなっていうような、だからそれをなんで俺にくれるようになんでもっと早く言ってくれないんだと。本当にちょっとね、1年前ぐらいこの配信見たんで、もうなんならもう今もう突き止めて、その椅子を俺が買いたいぐらいですから、ちょうど椅子少ない、ちょうど椅子欲しかったからぐらいの、ちょうど使おうかなぐらいのね。使いますよ本当に。でその椅子を回収した、はい、某大学の、オカルト研究サークルの A さんの話を、今日はしようかなということで。はい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 。ですね、一応お断りじゃないんですけど、この A さんはその後、そのオカルト的な活動っていうんですかね、はい、お金を取って、そのお客様からお金をいただいて、そのお話をしたりとか、そういった本を出したりとか、そういう活動はしないって言ってたのと、はい、一応このお話をするってお断りもちゃんといただいているので、はい、一応大丈夫なお話です。ありがとうございます。一応ね、オカルト会話にいた人だったので。そうですね、だから そこら辺がちょっとこう微妙だったりするんですよね。聞いた話普通に喋っていいのかなっていうようなところとかを、あまり適当にしすぎるとどえらいことにそう、一応許可は頂いて、その著作権的にも大丈夫なんで、ちょっとお話させてもらって、メイクさんのお話させてもらっていいですかってちょっと聞かせて、じゃあ大丈夫ですよっていうところで、そこら辺もきっちりおっしゃっていただいたんで、そこら辺をきっちりね、クリアにされてる方なんですが、ありがたいです、ありがたいです。はい。ででもまず最初にA さんがどのような人物だったのかっていうお話からしたいと思うんですけど、はいはい、まず A さんがホラーの世界に入ったのは中学2年生の時だったそうなんですよ。ホラーの世界。はい、中学2年生という時点で多分お察しの方もいると思うんですけど、彼はちょっと中二病を機にちょっとホラーの世界に入ったみたいで、別にこのホラーが中二病って言いたいわけでは全くないんですけど、ありますよ、SF に行くのか。そうなんですよ。でまあそのなんていうんでしょうね、男子特有の中二病の感じっていうんですかね、かっこつけてるとは思われたくないけど、でもやっぱりかっこいい存在ではありたいみたいな感じの、若干ちょっと下心ありありな感じの、なんでしょうね、小綺麗にしてちゃんと服ね、綺麗な服着てれば、おそらくねモテるんでしょうけど、ちょっと違った方面からアプローチしてモテようとする、なんか謎の感じなんですかね。から彼はなぜかはい。ありますよね、若干、そういったちょっと変な曲がった屈折したなんかありますね。ここに聞いてる人間たち、だいぶ痛いんじゃないかな。痛いですかね。だいぶ痛みは走ってる人たち多いんじゃないかな。それは俺も含めてそうなんで。で、それで彼は、今までちょっとホラーが苦手だったんですけど、そのホラーを克服することで、なんて言うんでしょうね、女子からちょっとあんま物応じしないな、こいつみたいな。かっこいいなみたいな、そういうふうに思われたくて、苦手なホラーを克服するためにホラーの世界に入ったそうなんですよ、彼は。A は、例えばそのホラー映画を見たりとか、怪談を聞きに行ったりだとか、そういったことをして、そのホラーの世界に入っていくうちに、あれホラーって案外面白いなってなっちゃって、そこからもうズブズブとホラーの方に入ってたらしいんですね。で、彼自身そこから心霊スポットに行ってみたりだとかしてたらしいんですけど、全く不思議な現象にも合わなかったらしくて、で、私、その A 自身になんて言うんでしょうね、霊感が備わってないっていうのが、中学2年生の時点でもう察しがついたようで、でどうしたらそういった心霊的な現象に出会えるのかって思った時に、最初からそういったいわくつきが宿っているものを自分の手元に置いておけば、何か不思議な現象が起こるんじゃないかって思い始めたのが、その彼がそのいわくつきのものを収集するきっかけだったらしいんですよ。なるほど、ね。前回の話聞いてない方、この A さんという方がものすごいぐらいいわくつきのものを集めていて、でその椅子をね、前回その、ちょっと聞いていただければいいと思うんですけど、ちょっといわくつきの椅子を買っちゃって500円の。ちょっとえらいことになったっていうので、その買ったところに送り返して、そしたらその話をなんかこね、まあいろんなところでこう、まあ、巡り巡ってその A さんという人に話がいって、でその買った人と A さんっていうのがちょっとつながって、じゃあここですって連れてって、あこれ買いますって言って買って家に置いてて、後に聞いてみたら A さんなんか変なこと起こりましたって言ったら、部屋が椅子が倒れる隙間がないぐらいものがあるからもうギッチギチで全然そんな回なんて起こんねえって見てみたら、本当に物があふれ返りすぎて椅子なんて倒れる状況じゃないっていうぐらいジャンキーです。そうですっていうことなんみたいなんですよね。その A さんです。まあそのきっかけがその時だったっていうことですね。そうなんですよ。はい、でまあ最初そのクラスでいわくつきのものがないかとか、例えば自分の手元に置いときたくないものとか、ちょっと気持ち悪いものとか、預かってほしいものがあったら預かるよみたいな感じでクラスに発信してたらしいんですよ。はい、でまあそれがだんだんクラスを超えて学年に伝わり。はい、はたまた中学を卒業する頃には学年から学校中に伝わり、はい、まあ、学校中からまあいわくつきのものを集める変態というまあ名誉なのか汚名なのかよくわからないことをつけられて、そのまま中学を卒業したそうなんですよ。名誉ですよ、すごいですよ。名誉ですよね、これはね。名誉です。でそのまま卒業して高校に入った頃にパソコンを手に入れたそうで。はい、まあそれでまあネット環境を手に入れたので、まあこのままそのネットの方に行って、そのままなんていうね、今まで学校とかからそういったものを集めてたんじゃなくて、そう日本中から、もしくは世界中からもうそういったいわくつきのものを集めたいなということでツイッターを始めたそうだったんですよ。うん、でまあフォロワーってまあなかなか増えないので結構こじんまりやってたらしいんですけど、はい、まあそれでまあたまに、まあ、本当に1年何件からしいんですけど、うん、まあそのメッセージの方が届いて、こちら預かってもらえませんかっていうことで預かったりとかしてたらしいんです。うんうん、でまあ高校を卒業して大学に入っても、まあその熱が冷めることもなく、うん、まあ相変わらずそのいわくつきのものの収集をやってたらしいんですけど、うん、まあその大学に入って、でまあそのオカルト研究サークルに入った直後ぐらいだったらしいんですけど、はい、そのツイッターの方にメッセージが1件届いたらしくて、はい、でそのメッセージ開いてみると、まあ、女の子だったらしいんですよ。はい、女性の方だったらしいんですけど、で、まあ、その自己紹介欄っていうのを、まあ、プロフィールですね、もう見てみると、同じ大学だったらしいんですよ。はい、で、まあ、同じ大学で、まあ、そのメッセージ、送られてきたメッセージの内容を見てみると、預かってほしいものがあるんですけど、本当に預かってもらえますかっていう内容だったので、はい、もちろん預かれますと。で同じ大学なので学生ホールっていう、なんでしょうね、学生が自由にたむろできる場所に丸月丸日丸々時に、集まれますかっていうことでメッセージを、まあ、A さんが送ったところ、まあ、その彼女も、まあ、集まれますということで、その日に集まることになったそうなんですよ。はい、はい、でそれで、まあ、その日に行くと、まあ、A さんが行くと、まあ、彼女が待ってて、で彼女とその A さんが会うや否や、もうすぐにA さんの前にいたその彼女がポッケから、まあ、あるものを取り出して、もう A さんの手に握りしめさせるようにもう渡したそうなんですよ、そのものを。はい、でもう A さんはそれを見ても、本当にこのものをもう手に置いときたくないんだなと、もう本当に預かってほしいんだなという気持ちがすごい伝わったそうだったので、うん、その A さんはその彼女に、このものとあなたの歴史はどんなものだったんですかっていうふうに一応聞いてみたらしいんですよ。はい、でそれでその彼女が話してくれた内容なんですけど、はい、その渡してくれたものっていうのはブレスレットだったらしいんですよ。はいはい、でそのブレスレットっていうのがなんて言うんでしょうね、黒い小石を集めたような、黒い小石を輪っかにしたようなブレスレットだったんですって。はいはい、で数珠とかそういうのではなく、本当にブレスレットっていう感じのアクセサリーだったらしいんですけど、はい、まあその彼女がそのブレスレットと出会ったのは、東京の都内の方とかってあるかわからないんですけど、うん、夜に駅前とかでアクセサリーの露店みたいのあるじゃないですか。わかりますかね、なんとなく。結構、まあ、なんか結構外人さんとかやってたりとか。あ、それそれそれです。ちょっとアクセサリーつけた、ちょっといかつめのお兄さんがちょっと販売してるような、そういったところでたまたま見かけたアクセサリーで、でこの前のその椅子のお話みたいな感じでふっと目に入って、そのまま一目惚れして、まあ、彼女はそのアクセサリーを買ったらしいんです。うん、で、まあ、彼女はそのアクセサリーを身につける方のタイプでもなかったし、うん、もちろんそういったなんかね、夜やってるそういったイカスイお兄さんがやってるところにあんま近づきたくないような人だったらしいんですけど、まあ、たまたまその目に入ったそのアクセサリーが、まあ、その一目惚れですよねやっぱり、うん、でちょっと気になってで即購入してしまったと。うん、で、まあ、彼女自身そのブレスレットもすごい気に入ってたし、まあ、結構ずっと生活してる中でつけてたらしいんですけど、まあ、半年ぐらい経った時に急に手から消えたらしいんですよ、うん、そのブレスレットがどこでなくしたかもわからないし、まあ、その日になくしたっていうのは分かったらしいんですけど、いつなくしたのかもわからないぐらい手からスッと消えてしまったらしいんですよ、うん。でも彼女は結構お気に入りのブレスレットだったので、まあ、結構落ち込んだんですけど、まあ、ちょっと探しようもないしもう諦めるかっていうことで、まあ、諦めたらしいんですよ、うん。で、まあ、そこからまあちょっと時間が経ってで彼女に彼氏ができたそう で,、はい、でその彼氏がその彼女の誕生日の時に誕生日プレゼントをいくつかくれたらしいんですよ、うん。でその中の一つがその黒い小石で作られたブレスレットだったらしいんですよ。で、まあ、彼女は最初驚いたらしいんですよ。まあ、すごい確率じゃないですか。はい、で、まあ、でもだといっても、まあ、あれはなんかそこら辺のちょっとよくわかんない露店で売ってたものだし、そんなお値段もしなかったし、まあ、多分複製品である可能性が高いだろうと。うん、たまたまその複製品がまた私の元に来ちゃったんだと。まあ、でもお気に入りのブレスレットだったし、まあ、結構、ね、また同じものが返ってきたっていうのは結構嬉しいというか、うんうん。まあ、複製品であれば同じようなものですから、まあ、嬉しいなということで彼女はまあ家に持って帰ったそうなんです、はい。で彼女は家に持って帰ったそのブレスレットを見てて、である時のふと思い出したのが、そういえば私が一番最初に買ったブレスレットは傷がついてたんですって。はい。でその傷っていうのも彼女が買ってつけてた時につけてしまった傷だったので、製造過程でつけられた傷であったりとか、そのわざとつけられた傷ではなく、彼女が身につけている時につけちゃった傷があったそうだったんです。でその傷がもしこのブレスレットだから、その彼氏が誕生日プレゼントでくれたその今複製品だと思っているブレスレットにあったらちょっと怖いなと彼女は思ったらしいんですけど、まあ、そんなわけないなと思って、そのブレスレットの傷のあたりを確認したらしいんですよ。はい、あったんですって。で彼女は、まあ、それで整理がつくわけですよね。私が落としたお気に入りだったブレスレットがなぜか何かの道をたどって、うん、彼氏に渡ってそれが最終的に私の元に帰ってきたと。で彼女はその時点でもうお気に入りのブレスレットからもう忌々しい呪いのブレスレットに変わったわけですよ。でそのブレスレット、まあ、彼女はちょっとどうしようかなと。でそこでいろいろ迷ってた時にその A さんのツイッターのアカウントを見つけて、うん、でちょっと A さんに預かってほしくて、でメッセージを A さんに送ったっていう形だったらしいんです。うんうん。でまあ、A さんはこれを聞いて、まあ、もう超やったですよね。もう超嬉しいって感じですよね。もうこんななんか大物はなかなかないということで、まあ、彼は、まあ、A はもうウキウキでそのブレスレットをまあ持ち帰ったわけですよ。うん、でまあそのブレスレットをまあ身につけて、でもう本当にもう肌身離さずもうずっとつけて生活してたらしいんですけど、うんうん。まあ、その彼自身何を思ったのか、このままでいいのかと思ったらしいんですよ。うん、このままでいいのかっていうのが、このブレスレットの力を本当に確かめなくていいのかって思ったらしいんですね。うん。まあ、私もちょっとよく分かんなかったんですけど、うん、本当にこのブレスレットにいわくつきの力が宿っているのならば、うん、この A が手放しても A の元に帰ってくるはずだろうと。うんうんうん。でも彼自身すごい迷ったらしいんですよ。まあ、もう結構、ね、そういったもうね、もう彼女からせっかく譲っていただいたそのいわくつきのブレスレットですし、うん、もうそれをちょっと手放すのはちょっとなんか考えなきゃなと思ってたらしいんですけど、ね、うん、でもやっぱりそういったなんていうんでしょうね、オカルトの方にいる身の何なんでしょうね、プライドなんかよくわからないですけどいやでも、まあ、試したい気持ちはわかりますよね。そうなんですよね。もうその実証してみたいっていう、うん、本物ってその話を聞いてすごい怖いけど帰ってきたらマジだからね。そうなんですよ、うん、ここはやっぱ試さないとなっていうそういうなんて言うんでしょうね、うん、これ魂が揺すられたのかそう、ね、でこれがただのマニアなのかっていうか、はい、そんなのが集めて楽しい人なのか、これが本物であるかどうかを試したい、はいはい、ここがまあ言うたらその何々まあ、好きなのかジャンキーなのかの差ですよね。そうですね。もうここで手放さなきゃやっぱもうジャンキーの流しタルトおそらくそういう感じだったのか、ね、そうで、まあ、彼は手放すことに決めたんですよ。はいはい、でおそらくこれを自分の知人とかに手渡すと、その知人から知人に渡ってなんかそのなんていうの近いところまで自分のところに簡単に返ってくる可能性があるかもしれないということで、はいはい、彼は全く知らない人に自分で手渡したいということで、はい、彼はその地元のフリーマーケットの方に出すことにしたんですって。うんうんうん、でフリーマーケットで出品したらちゃんと売れまして、で本当に知らない人にそのブレスレットが渡ったと。はい、うん、でまあ第一段階はクリアだっていうことで、うん、でとりあえずそこから結構時間が経ったんですけど、全然そのブレスレットに関する情報もなく、うん、でその1年ぐらい経ったらしいんです。うん、でだんだんそのブレスレットに関するなんて言うんでしょうね、こともだんだんちょっと薄れ始めて、うんうん、普通に今まで通りその岩付きのものを収集する日々をしてた時に、うん、ツイッターの方にまたメッセージが来たみたいで。うん、でそのメッセージ開いてみるとブレスレットを渡してくれた女の人だったらしいんですよ。うん、彼女だったんですよ。うん、メッセージ開いてみるとこう書いてあったらしいんですよ。うん、すみません、ブレスレットが返ってきてしまいました。預かってもらえませんか。そっち帰った。A はもう乱舞ですね。狂乱ですよね。もうねそっち帰ったか。でも帰ってきましたね。そうなんですよ。うん、A には帰ってこなかったんですよ。うん、やっぱり彼女に帰ってくるんですよね。でもうはい。ということは、はい。いやこれは後で言う。それでA さんはもうめちゃめちゃもうガッツポーズして、うん、でもう受け取りに来ますということで、うん、また学生ホールで、うん、その彼女から受け取った時にもう彼女の顔はめちゃめちゃ怖かったって言ってましたね。一番怖かったって言ってました。こいつなぜ手放したって感じだったんですね。うん、一番怖かったって言いましたね。まあでしょうね。で彼はそれを手に入れて、今度はもう話さないとってことで、はい、本当にもう外には出さず、家の中のなんか厳重なその小さな箱みたいなその鍵かけられるところに厳重に保管してあって、うん、で私もちょっと写真見せてもらったんですけど、うん、もう本当に黒いちっちゃい小石みたいのをね、輪っかにしたブレスレットのような、本当に普通のブレスだったんだけど、ちゃんと傷もあって、いやそういうものってあるんだなというお話でした。昔からね、そのなんか例えばですけど、全然これちょっと、はい、シチュエーションが全然違いますけど、はい、あるところで、よくあるね、昔の怖い話とかって結構ありましたけども、そういったところで拾ったものを持って帰ってきたらなんかいろんなことが起こって「もうこれ気持ち悪い、これなんか捨てよう」ってボーンって捨てたらまた戻ってくるみたいなようなもの、規制本能的なそうですよね。なんかね、あるようなそのいわくつきのものとかってありますけど、いやさっき言おうと思ったの、あんまり自覚してなさすぎると。自分の手からも離れようっていう思いになったりするっていうことが、それが A さんの場合はこれどうなるんだろうっていうようなところから実際に手放してるじゃないですか。はい、そうですね。うん、これ自体がなんかあんまり気を持ってないとどうしても A さんのところに戻っちゃうっていうようなことにもつながるのかね。その時もそういうような。一番最初は落としたっていうようなところでしょうけど。そうですね、でも落としたっていう感じゃなかったらしいんです、本当彼女は。もう本当に手からスッと消えたらしいんですよ。それが何を示してるのか全くわからないんですけど。これがね、そのなんだろうな、何かしら因縁のようなものを持っていた時、何かその石が次の、はいはい、これ そもそもこの石のブレスレットがもうなんかこの A さんの一部になってるような感じもありますよね。あやさんじゃねえや、その女性の。あ、彼女の、はいはい。うん、その後、女性大丈夫かなって思っちゃいますけどね。その後、まあ、女性からもブレスレットは完全に手放されたらしいので、うん、まあ、そのブレスレットは帰ることはおそらくないらしいんですけど、まあ、その今は多分 A の地味毛量の部屋の中で多分結構いると思うんですけどね。いやすごいな A さん、その博物館作りゃいいのになってるぐらいですよね。いや本当にすごいですよね。気味悪すぎますよね。その人って結構有名な人なんですか？もう本当に趣味で。いや全然有名じゃないです。本当になんかもうちまじまと活動してた人らしくて、はい、で名前もちょっと下の名前が分かんなくて、はい、本当にみんなからちょっとニックネームで呼ばれてて、はい、あんまちょっと本名は分からないですし、ちょっと最近またツイッターとかでちょっと検索かけてみたんですけど、はい、名前とか全然変わっててちょっと検索できなくて。ああ、そうなんだ。今もちょっと多分社会人になられて、今もその活動をしてるのがちょっとわからないんですけど、うん、そうですね、学生時代は活動してましたね。なんかね、最近でそれでまあ言うて俺も別にそんな若い子がとかっていうようなレベルではないですけど、はい、朝里さんかな。朝里さん、朝里さん、妖怪の日本、怪辞典っていう、そのもう本当に日本ので起こった書籍だとか現象だとか噂話レベルのようなものからもうわーって集めた日本で起こった怪異の種類を分類して、で作品とかにもこの使った凶器とかってはい、はい、なんか持って、その物持ちっていうような分類だったりするんですけど、そいつが何持ってるかとか、包丁だとかなんかそんなようなどこだみたいな、どこで出たとかっていうのはなんか確か都道府県も書いてたかな、そういったようなものブワーって書籍だとかっていうところがもう妖怪的なものを全部まあそれが全てなのかどうかわかんないですけど、全てじゃねっていうくらい網羅した本があるんですね。そう、本があるんですよ。でそれのなんかそのなんだろう、いわくつきなもの、はいはいはい、のバージョンというか。へえ。うん。ねえ、だからそれこそさっき来てくれた園長さんとかも集めてたりしますしね。ジャンキー御用達の本なんですかそれは。うん、いやどうなんですかね。いやジャンキーほとんど買ってんじゃないこの本。あ、なるほど。うん、まあその参考書だったんですね。その上付きのものを集めてるっていう人もまあ一部僕の知ってる人でも何人かいらっしゃいますけど、まあその人はちょっと言ってるぐらいの人ですよね。ですよね、多分ね。まあそのいわくつきのものっていうのも、まあ、結構なんか本当にそういったものだけじゃなくて、もう本当に預かっなんかみんなその自分の手元に置きたくないものも一応集めてたらしいんで、まあまあ全部が全部いわくつきかって言われたらそうじゃなかったらしいんですけど、でも結構集めてましたね。そういうのもね、だからそのなんかそれに埋め尽くされる人生っていうのもなかなか面白かったりするんでしょうけど、物理的に部屋広くないとちょっと難しいですよね。いやもうそうですね、まあ、そいつが言っちゃったその A さんの家は結構まあねまあ裕福な方の家だったんですよ。ちょっとねだったのでちょっとお部屋も広かったんですけど、はい、はい、ちょっとオカルト部屋を作ってましたね。あ、でもまあね、でもまあある程度ねやっぱ玉もいりますからね、物をね手に入れたりすることもあるしはい、ね、調べに行って現地に行ったりだとかっていうのもありますしね。そうですね、本当にいや体力持たなくなりますからね、どうしてもそこまで行くともう本当に収集大変ですしね。いや何でも収集大変ですからね。いやなんか本当に他県からやっぱ来る時もあるみたいで、うんうん、でまあその他県からその送る人は、いやもう私が送料とか全部負担しますのでって感じだったらしいんですけども、うん、A さんはいや私取りに行きますのでって感じでもう自分で取りに行くみたいな感じだったらしいです。もうぜひぜひくださいと。ねえほんとどっかまあ曲止めかなんかで俺もなんか送ってくんねえかな、でもどうでもいいゴミ送ってきてくれるかもしれない。もう本当にいらねえものみたいな。なんだこれっていうようなね。そうですね、そんなのもあったりするかもしれない、うん、怖いからねちゃんとしないと。そうですね、まあ本当に中にはちょっと危ないものとかもあるかもしれないで本当に、うん、それこそ、ね、それこそちょっとね、まあ、ちょっとあんまり言わないでおこうと思ってるんですけど、はい、ちょっと僕ねこれをやろうと思ってて、これ多分ねミミックさんなら分かってくれると思う、きっと分かってくれると思う。これ今 LINE に送れるんですかこれ。そう今 LINE ってこれ通話中どうやって見るんだろうこれ。これはい多分見れると思うんだけどな。これ電話中ってこれなんか閉じれたりするんですかねこれ。これあれです iPhone ですか。あこれ iPhone です。 iPhone だったらはい iPhone だったら一回はいボンってホームボタンを押して、ホームボタンを押してはいLINE の方あれ開けないかな通話中に。ちょっとやってみます。うんやれると思うんだけどな通話中ってダメだったっけな。上の方に LINE がいく。あそうなんかねはい6個ぐらいボタンがあるうちにホームかなんかないかな。ホームボタンを一回押すんですよね。あホームじゃその画面にあるやつ、その LINE にあるやつ、画面にあるボタンの中にはいはいなんかそれ見るみたいなチャットかなんかのマークないかな。チャットみたいなマーク、うん、スピーカーとかいろいろなんかどれだろうこれかな。あいやちょっと、ね、今それの計画をいろいろ立ててて、でちょっと前にも言ったんですけどだから道の駅に行きたいって言ってるんですよ。ではい、アンド、はい、これ俺多分ね狂ってると思うんだけどこれ本当やれたらすげえなと思うんですけど。面白そうじゃないですか。いやー狂ってます絶対面白そうだと思うんですよ。いや面白いですけど、うん、これいや普通にA 並か A 以上です楽しみですねこれは。できたらねだら体力が持たないからそうですね、うん、そうそう体力的なものとかじゃなくてこうねちょっとその金銭的な部分とかで旅する云々とかなってくるとだからそれをそうですね、だからどっかでプロトタイプ的なところでちょっとボンって一回やりたいなと思ってて、で近場とかだったらできるじゃないですか。そうですね近場だったらまだねそれができたらあこれ他でもやれるかなをちょっと今年中にできたらなって思ってはいるんですけどね。めちゃ俺多分ね今まで以上に職質かひょっとしたら多分現行犯もうそうですよね。まああんま言えないですけどものによりますよね。そうねだってこれやってる人がもし目の前にいたら、はい、ただの事案ですよね。うん普通に怖いですね。でしょ真夜中に怖いです。それがもう階段ですもんそれ。怖いっすよそんな。怖いっすよ。いやその結果が努力の結晶がいやね、ちょっとねまだねなんかこういうなんだろう、いやまあこういうことを言うと本当にね言い訳がましいんですけど、なかなかちょっとこう一歩踏み出す勇気というものがなかなかできないですよ、普通の人は本当に、もう本当にまだそこはC 級クラスなのでいやいやいや廃墟にしか行けないクソ野郎なので、いや廃墟に砕ける十分ですよ。いやもうこれがね、これがねできたらなーってなのでね、もうこれができたら本当ねちょっとね、まあその時はもうバーンと打ち出そうかなとは思うんですけどね。すごい楽しみにしてますそれは。家が近かったら来てください。わかりました。なんかも探しておこうかな。ねえ本当、はい、まあでもそんなねなんかそのものが集まってなんか家にも何かがねあるって言ったらなんかそれにまつわってちょっとこう掘り下げてみると怖い話が出てくるっていうこともあったりしますからね。ありますよね、多分おそらく何かしら古いものだったら多分それなりにやっぱ歴史っていうのがありますからね、ものにはやっぱり。何かしらはあるかもしれないですよね。もう何もね階段ないよって言ってる人たちがもうその昔のことをちょっとこう紐解いてみたりしたら、あれそういえばなんか物なんか怖かったなみたいなので思い出してもなんかあるかもしれないですからね。いやあると思います。だからもしその霊感ないけど、うん、そういった体験してみたいという人がいたら、まあ、そういったいわつきの物品を収集してみるのがありかなと。それはまあ、おすすめしないかなっていうのがね。まあね、ようこそこちらへってなりますからね。ようこそこちらへ。いや、ありがとうございます。いや、ありがとうございました。すみません。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。失礼いたします。多分去年だったかと思うんですけど、はい、凸した時に話した内容の続きと言いますか、うん、になってて、はあ、まあおそらく覚えてないと思うんですけれども僕が小学生の時にピンポンダッシュをして、うん、それでピンポンダッシュをした部屋に住んでる老夫婦にそれがバレてしまって、うん、後日老夫婦のおばあさんが自殺したっていう話覚えてます？なんかそんなんあったかな。やっぱ覚えてないですよね。なんかリスナーの方が覚えてるけどなんかまあ簡単に話すと、はい、もうちょっと詳しく、まあ、かつ簡単に話すと、うん、まあ小学3、4年生の時に友人 S 君っていう人がいて、うん、で彼の住むマンションの隣の部屋の空気が異様だっていう話を聞いて、うん、気になって、うん、で僕と S 君と別の友人 H ちゃんの3人でピンポンダッシュをしたんですよ。うん、ただそのピンポンダッシュが部屋主の老夫婦にバレて、うん、でおじいさんが僕たちがピンポンダッシュをしたと気づいたおじいさんの方が、うん、僕たちのいる部屋の覗き穴を覗いて、うん、それで目が合ってしまうという事態になったんです。はいはい、でそのしばらくして覗き穴をこちらから見てみるとおじいさんがいなくなったので帰宅したんですけれども、はい、後日 H ちゃんの住むマンションに、ピンポンダッシュをした部屋に住んでるおばあさんが現れてH ちゃんの玄関の前で自殺をしたと。あー、なんかあったかな。でその後まあ実は S 君の隣老夫婦が住んでたと言ってたんですけれども、はい、おばあさんしか住んでおらず同居者はいなかったと、はい、じゃあ僕と S 君が見たおじいさん誰だったのかっていうまあ小学校の時の話があります。でこれのまあ続きみたいなのが先月ありまして。先月？はい、はい、かなりタイムリーなんですけど、はい、そのおばあさんが自殺したマンションに住んでた H ちゃんっていう子と、あと H ちゃんが大学で出会った、友達の3人で USJ と、まあ、奈良県に遊びに行くことになりまして、はい、で1日目 USJ2 日目奈良に行く予定を立てたんですけれども、はい、その H ちゃんと H ちゃんの友達っていうのは大阪に住んでたんですけれども、うん、僕が関西圏外に住んでるのでうん、その2日間住む場所がなくて、うん、それで H ちゃんの住むマンションに泊めてもらうことになりました、はい。その USJ 行った帰りに、セブンイレブンで晩飯買って、うん、で H ちゃんのマンションに着いたっていう感じなんですけれども、うん、その晩飯を食った後、うん、シャワーを浴びて歯磨きをしていたところ、インターホンが鳴ったんです、うん、でその時は H ちゃんがシャワーを浴びていたので僕が代わりに出ようと思ったんですけれども、うん、そのマンションのインターホンがかなり特殊でして、うん、そのモニター付きではあるんですけれども、うん、インターホンを押した時1回で押してあればエントランスが映るんです、うん、ただ部屋の前でインターホンを押した場合は部屋の前が映らないようにできてるんですね、うん、でモニターを見た時に何も映ってなかったので、はい、エントランスではなく部屋の前にいるっていうふうにこっちは理解しました、はい、で玄関の覗き穴から、誰なのかと思って覗いてみると、うん、おじいさんがいたんですね、はい、でそこで記憶が蘇りまして、はいはいはい、小学生の時に S 君の隣に住んでいたおばあさんにくっついていた老人だったんですよ、うん、で小学生のその日以降おじいさんが人間なのかそれとも霊なのかうやむやでだったんですけれども、その時に確信したというか、うん、人間ではないなと、うん、であの時と同じようにおじいさんが覗き穴を覗き返してきたんですね、はい、で、僕とおじいさん目が合ってしまって、うん、で緊張のあまり視線が離せなくて、うん、で向こうから見えているわけはないんですけれども、はいはい、というふうに思って、自分を落ち着かせようと思ったところ、おじいさんが一歩後ろに下がって口を大きく開けて笑う仕草みたいなのをしてきたんですね、はい、で直後シャワーを浴び終わった H ちゃんがこっち来てって小声で言ってきました、はい、でもう一度覗き穴見てみるとおじいさんはすごく必死の形相といいますか、はい必死の形相で何度もドアをノックしてるんです、はい、ただドアにノック音は響いていなくて、うんドアを叩く仕草なのか、うん、それとも霊体だから、こっちがただ霊だと思ってるんですけれども、霊体だから影響がないのか、うんよくわからないまま、玄関から離れ、その夜、H ちゃんから話を聞いてみました。うん実は彼女、高校2年生ぐらいから、そのおじいさんを見るようになったそうです。はいはい初めは近所のおじいさんだと思ってたそうですが、うん、季節や天候を問わずいつも同じ服を着ていることとか、うんうんうん、あと会うと必ず自分と目が合ってしまうっていうことから、うん、ストーカーとか変質者じゃないかと思ったそうなんですね、うんはいはい、っていう中、自称霊感がある後輩というのが高校にいまして、うん、その後輩からおじいさんの霊がつきまとっているから気をつけてくださいと言われ、プラスアドバイスをされたそうなんです、はい、そのおじいさんっていうのが、可愛らしくて落ち着いた感じのおじいさんなので、うん優しく接したいと思うことがあるかもしれない、うん、けれども優しくしちゃいけない、うん、今はただつきまとわれている状態だけれども、うんおじいさんに優しくすれば取りつかれてしまって周囲の人との関係が壊れそしておじいさんに依存する生活が始まるとおじいさんは依存させた相手の魂を連れて行こうとしているというふうに言われ、うん、それで、どこか心当たりがあるというか小学生の時の話誰にもしてなかったのでピンポンダッシュの話をしていなかったにもかかわらず、後輩に見破られたということで、うん、その言葉を信じたんですね、うん、でおじいさんを無視する生活を続けたんですけれども、うん、どうやらおじいさんがインターホンをしたのって、うん、H ちゃんが今のマンションに移り住んで2回目だったらしいです、はいはい、1回目は H ちゃんが引っ越してきたその日、その引っ越しっていうのが H ちゃんが初めて一人暮らしを始めた日だったんです。2回目は僕が H ちゃんの家に泊まりに来た日なんです。うん、おじいさんは H ちゃんがドアを開けてくれないっていうのを分かっていたので、あえて彼女がシャワーを浴びている間僕にドアを開きさせようとしたのかなというふうに感じると同時に、うん、おじいさんは僕のことを覚えていて今度は僕に会いに来たのかなというふうにも思うと、非常に怖いという話なんですね。で、2日目奈良に遊びに、行ったというふうに話をしたんですけれども、その時 H ちゃんの友達と2人きりになる時間があったので、彼女に、話を振ったんですよ。と言いますのも H ちゃんの友達も H ちゃんと同じマンションに住んでて、フロアが違うだけだったんですよ。なんでこのマンションのインターホンって変だよねっていう話をして、エントランスがモニターに映るのになぜ玄関が映んないのかっていう話題を振ったところ、H ちゃんの友達は玄関の前もモニターは映るよと、かつて自分が小学生の時にピンポンダッシュした部屋に一人暮らしをしていたおばあさんがいたと言ったんですけれど、そのおばあさんって高齢にもかかわらず一人暮らしで、自殺するまで家族とやり取りをしていなかったそうなんですね。そう考えるとその H ちゃんの高校時代の後輩が言っていた、自分に依存させて周囲の人との関係を壊すおじいさん、魂を連れて行こうとしているという話は、なかなか筋が通っているようで非常に不気味だという話です。まだいるんだ。ずっといるんだ。でもそれ以外何もしてこないんでしょ？そうですね。何か危害を加えるとか、どこかに侵入してくるみたいなのはないみたいで、僕の前に現れたことっていうのがその時が初めてで、16年ぶりに現れたおじいさんで、もちろんおじいさん、あの時のおじいさんだと分かるということは年を取ってないんですよ。間違いなく人ではない。何も見られてるだけっていうのは相当しんどいでしょうね。そうですね。しかもそこにずっといて、しかもその人の言うにはそういうことなんでしょう。タイミングを伺っているというか、ずっと連れて行こうと、思っているということなのかな。なかなかでも筋が通っているように僕には聞こえましたね。なんでしょうね。だからその見たからこそ、その H ちゃんとかの姿とかは、H ちゃん自体はその影響があったりとかっていうことは特にないんでしょ？そうです。ただ目の前に現れるだけで話しかけてくるとか、そばに寄ってくるっていうのはないっぽくて、体の異変とかはないですね。特に何もない。でも精神的に削られる気はしないでもないけどな。そのおじいさんが現れたっていうのも、高校生のその後輩から無視をしてくださいみたいな風に言われて、ずっと無視をしてたんですって。ですからその目を合わせないようにしてたらいつの間にか消えたという話だったので、H ちゃん自身も何年も見ていない状態だったんですね、おじいさんを。で H ちゃんと久しぶりに会ったっていうのもあって、その僕と H ちゃんが会うタイミングを狙ったというか、なるほどね。あん時のっていうような感じもちょっとありそうっちゃありそうですよね。一人連れていくよりは2人同時に会うんだったらこのタイミングでっていうのも、まあ、ありそうだなっていうふうに。何年なんだろうな、ずっとだからこの先もあるのかと思うとねえ、ちょっと怖いですよね。いやまあでもね、無視すればっていうようなところがまあ一つあるから、まあ、無視はねえ、無視決め込んでおいた方がいいんでしょうね。そうですね。はあ、いやなんか不気味だな。はあ、いやありがとうございます。ありがとうございます。はい。またよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、頑張ってください。はい、頑張ります。じゃあ失礼いたします。はい、どうも。はい、現在進行形といいますか、うん、まあ多分僕は人じゃないと思うんで、まあ今回話させていただきますけど、そのもしかしたら人かもしれない、ちょっと何とも言えない部分なんですけど、うん、最近ちょっと会社都合でまあ転勤しまして、はい、名古屋の郊外にいたんですけど、はい、名古屋市内の方にちょっと戻ってきたというか、まあそっちの方に帰ってくる形になりまして、はい、急遽、うんで、まあ、会社の寮なんで、まあ、会社の寮に入るんですけど、2週間ぐらい経ったんですよ。うん、入って、大体。うん、で、まあ、角部屋で日当たり良くてっていう感じで、うん、何も問題ないんですけど、うん、C っていうのはなんか、まあ、シェアハウスみたいな感じなんで、あんまりね、騒げないっていうのもそうなんですけど、うん、不思議なことに、4部屋あるんですね。うん、で、まあ上司がいて、うん、僕だけなんです、今。2人部屋入ってるのは2人だけなんですけど。うん、シェアハウスなんだ。ああ、そう、共同か。共同ですね、4LDK をちょっと借りて、みたいな感じで、何人か住めるようにって感じなんですけど、はいはい、なんでなんでしょうね、ちょっと、カーテンがないんですね、なぜか部屋に。んないカーテンがないんです。かけるものもない。かけるものも、本当はというか、僕今までいた会社の寮っていうのは大体カーテン、会社が買ってくれて、もう入る頃には絶対あるんですけど、はいはい、なぜかカーテンがないんですね。うん、で、まあ僕も時間に追われてるっていうか、まあ仕事が忙しいもんですから、なかなか買いに行く時間もなくて、近くにニトリみたいな便利なものもなんもないもんで、ぶっちゃけ今、カーテン開いた状態で今電話してるんですけど。あ、でもレールはあるんですね。レールはあるんですけど、カーテン買わなきゃなって感じで、今ちょっと外の窓を見てるんですけど。なんか寂しいな、なんか。いや、この、窓がちょっとおかしいというか、入って、まあ、一人で寝てた時に、時間を覚えてないんですけど、夜中、今多分今ぐらいの時間だと思うんですけど、ちょうど2週間前の、人が立ってたんですよ。ほう、あ、人立ってるわ。珍しい人いるんだなと思って。うん、こんな時間に、うん、成人のね、男の部屋覗くなんで、趣味しようなと思って。うん、まあね、別にガラスもね、そんな弱いガラスじゃないんで、強いガラスなんで、うん、まあ割れたりせんのんで、まあええわ、みたいな感じで、うん、まあ、見るのは見てけや、みたいなぐらいの気持ちでおったんですよ。うんいや気持ち悪い人やなと思って、うっすらしか見えんかったもんですが、僕も眠たかったんで、気持ち悪いなと思って、うん、ほっといたんですね、もうそのまま。なんもしてないんです、本当にただ立ってるか、ぼーっと立ってる感じで。酔っ払いぐらいの気持ちで僕見てたんですよ、本当に。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。で、それがなんか何日間か続いてたんですよ。毎日っていうか、間隔空けてみたいな感じで。はいはい。多分4回ぐらいあって、うん、ちょっと前にすごい名古屋の方も大雨降って、雷もすごかったんですよ、僕が今働いてる地域が。で、友達と話してて、いや、すごいわ、雨すごいわ、みたいに言ってて。うん、で、雷もすごい音してたんですね。うん、で、雷がうるさかったんで、ちょっと電話も聞きづらかったんですよ。はい、でまた後で電話するねって言って電話切って、まあ、すぐっていうか、ちょっと、まあ、3時間ぐらいしたら、その仕事に帰るってことだったんで、はい、休憩中にまあ、寝たいってことで、まあ、寮帰ったんです、一旦。はい。で、シャワー浴びて、準備しようかなと思ったら、まあ、僕はもう完全に目覚ましてるんですね、やっぱり。うんうん。その、いたんですよ、その、多分、僕のこと見てたであろう、今まで。うん。なんだろうなと思って、僕も。えって、うん。こんな大雨で、雷も近くで落ちたんですよ、本当に。うん、頭おかしいのかな、こいつと思って。うん、と思って、人、うん、人かなと思って僕見てたんですよ。ちょっと遠目で、うん、部屋開けた状態でそれが見えたんですよ。うん、でもなんか目が合う感じがしなくて、うん、人の形してるけど、僕ちょっとあんまり今最近目悪いもんですか、あんまりはっきり見えるもんですか、近くまで行かないと。うん、人の形してるけど、人かなぐらいのレベルで、うん。でもやっぱ怖いじゃないですか。うん、いつもっていう言い方ですけど、夜中に来るのがいきなり昼とか夕方現れて、こんなクソ雨の中立ってたんですよ。うん、うわ、気持ち悪いと思って見てて、うん、何やってんだろうなって、ちょっと遠目でこうやって、牽制してるわけじゃないですか。ちょっと目でチラチラ見ながら、うん、何やってんだろうと思ったら、ダダダダってなんかすごい音して、うん、僕最初風の音だと思ったんですよ。風強かったんで、うん、ダンダダンみたいな。そしたら、その人らしきものがずっとまだ叩いてるんですよ。うん、あ、やばいわ、これと思って。人でも人じゃなくてもやばいなと思って、本当に。うん、ちょっとどうしようかなと思って、その窓から右にちょっと回るともう玄関なもんで、これワンチャン出たら合うなと思って。うん、いや、怖ーと思って、本当に。うん、もう見守るというか、その音が止むまで待ったんですよ、そのノックオンというか。うん、で、10分ぐらいしたからですかね。それが消えたんですよ。うん、あ、帰ったわと思って。うん、あ、帰ったよかったわと思って、これでよく仕事の準備できると思って、うん、その時はもう普通に何事もなく仕事にまた戻れたんですね。はい、で、その日の夜、なんか視線感じると思って、うん、そうですね、2日ぐらい前ですね、多分。2日、3日前ですね。はい、パッと目開けたら、うん、いたんですよ、その、人ですね、多分。うん、シルエット、もう結構近いんで、窓から3メートルぐらいしかないんで、見えるんですよ、シルエット、人の形をした黒い、影ですかね、うん、影っぽいものがいて、うわっと思って、これもう人じゃない。僕からしたらもう人じゃないと思う。僕はもう認識したんで、多分人じゃないんだなと。うん、で、何だろうと思って。で、今までその、多分酔っ払いが、ね、見てたのかなぐらいの程度だったんですけど、一気に怖くなって僕も。うん、でも、何するかわかんない。ちょっと見てたんですよ、じーっと。うん、そしたら、なんていうの、最初なんか仁王立ちっていうか普通にだから、顔を近づけてるだけだったんですよ。うん、そしたら、トントンってなんか音をして、えと思ってパッと見たら、その覗き込むようにその手くっつけてビタンってやってるんですよ。うん、と思って。でもう、目合っちゃったんですよ。その時に。あまりにもびっくりして、と思って。うん、そしたら、その、多分なんですけど、僕の感覚的には、うん、あ、今笑ってるみたいに、似たって笑ってるのが感じ、伝わって僕に。うん、怖いってなって、もうその瞬間に。あれ何だろうと思うね。もうすぐに毛布かぶって、もう震えて寝て、もう怖くて。はい。うわ、怖いって感じで、今、その、ビビって起きたんですよ。もう寝て。うん、で、もうその影はもうなかったんですけど、で、今もその、まあ落ち出しも落ちるもんなんですけど、今もうその、何ですかね、窓はカーテンつけずに、うん、まあ、外から見える状態なんですよ。うんで、まあ、マンション、ハイツなんですけど、僕1階なんですけど、うん、あんまり僕、そんな来たばっかで、ね、寮のこと見なかったんですけど、よく見たら、人が立てるスペースなかったんですよ。うん、その、柵があって、うん、一人が立てる幅もなく、うん、もし立てたら本当にむっちゃペラペラな人じゃないと、まあ、入れないような柵なんですよ、うん、であの人はどうやって立ってたんだろうなっていうのを今思います。おさえさ柵というか何ちゅうんですかね、柵だと思うんですけど、窓があってすぐ向こうは何があるんですか？崖というかその、まあ、階段なんで、うん、あんま階段というかそうですね、うん、坂というかもう本当に柵あって柵いや窓あるじゃない、窓あった、はい、外には何が広がってるんですか？地面ですか？地面は見えないですね、ほとんど。ってことは、塀というか、塀です。塀ですかね、柵というか。柵ですよね、こう、棒の柵でしょ？そうですね、はいはい。それが背丈どれぐらいの柵があるんですか？背丈で言ったら、1メートルないぐらいですね。それ、地上からその柵があるってことですか？高台みたいな感じになってて、マンションが。はい。そこに柵、マンションあって柵があって、その、急勾配といいますか、その土地、なんちゅうんですかね。ちょっと、なんて言ってするんですよね。まあ今いるから、写メでも送って、そもそもその時に動画を撮ってみたらいいよ。いやー、さすがに携帯近くになかったと怖すぎますね、やっぱり。すんげえ怖かったですね、さすがに、本当に。はあ。人ありえないわけでしょ？その物理的に考えてないんでしょ？物理的にないですし、そんな時間にそんなね、そんなんですかね、毎回じゃないですけど。そもそも人んちのドア叩く人に常識通じないでしょうからね。間違いないですね。うん、常識考えない。いや、立てるスペースがあるんだったら、これ、案件がこっちの方じゃなくて、警察の案件になるから。はいはい。うん。でも、本当にそっちが本当オカルト方面なのであれば、動画を撮る。ああ。うん。あ、でも、ちょっと待ってください。写メ撮るとすると、ちょっと場所があれなんで。うんで、なんだこれ。塀ですね。塀になってますね、すぐ。で、電柱あるんで、立てないですね、人は。立てない。で、坂なんで、うん、立つとしたら、すげえ身体能力高くないと無理ですね。すげえ身体能力高いんじゃないですか。すげえ身体能力高いんですかね。やばいですね。やばいですね、目つけられましたね。うん、今のところだから分からない。からそら見てみないと可能か不可能かですよね。多分普通の人は不可能ですね。いやいや普通じゃなくて可能か不可能かです、はい、人が入るスペースがあるで、はいはい、人がそこに来ることができる身体能力云々じゃなくて、はいはい、これは可能か不可能かです。そこが隙間が5センチだったら不可能じゃないですか。はいはい、人が入るスペースはまずそこの柵云々のところのあとそんなにガン見してるわけじゃないじゃないですか。目の前って言っても、もう50センチぐらいの近くでおっさんを確認してるわけじゃないからで、はいはい、電気つけてるわけでしょ。いや暗証でちょっと薄暗い感じなんですよ。じゃあ暗がりの豆電気みたいな、はいはいはい、暗い状態から暗い方向を見てるから、はい、だから特に反射とかは特にないってことですね。特にはないですね。その塀って言われてる柵っていうところのと窓の隙間はどれぐらいなんですか？いやでも50センチないんじゃないですかねこれ。じゃあ入れますよね。入れるんですけど、うん、でもそこ入るの多分後ろから、その、なんですかね、坂によじ登ってくるか。あ、わかった。これ切った後に、写メ撮ろう。カナさん、写メ撮ったら場所バレちゃう。いや、出さないですから、放送には。はいはいはい。はいはい。そうですね。うん、あと、通れるとは思うんですけど。どっちやねん、頑張れば通るけど、その、僕らのマンションの後ろって何もないんで、通る理由がないんですよ、そこ。うん、だから不思議だなぁと思って、本当に。うん、まあまあ、状況考えたらあれだけど、人が入れる隙間が50センチだったらあるし、まあありますね、はい。うん。それは、あれじゃないかな。一旦、しかも3回あるでしょ、計。はいはい。だから、一旦、まあでもそれはね、状況を考えたら分かんないから、でもおっさんなんでしょ？おっさん。僕からしたらおっさんに見えますね。うん。女の人だったらもう、ね、窓開けてどうしましたかって言いたいところですけど。おっさんですからね、ちょっと男はちょっと怖い思い出しかないですから。うん、ていうか、カーテン買おう？間違いないですね、本当に。っていうか、人の可能性が拭えないわけでしょう。そうですね、上司の部屋は多分自分で買ったんでしょうけど、なぜでしょうね、下のものには一切カーテンがないですね。それは文句言ったり、カーテンねえんだけどって言って。いや、言いたいところではある、僕も言いたいですけど、うん、まあ来たばっかっていうのもそうですし、状況がね、ありえない状態ではないし、おっさんって目視してるから、はい、でもなんかこの暗がりから見て影みたいに見えるっていうようなものがあったりするから、なんでしょうね、どうなんでしょう、カーテン変えと、はいはい、あと、そうですね、ちょっと警察っていうか、ここら辺ちょっと変質者みたいな人がいるっぽいんですけど、どうすかねって。で、そこで、ここにいるんですって見てもらって、であと管理人さんとか、こんなんのちょっとおかしい人がいるんですけどって言ったところから、いや、これ無理でしょうと、そもそも足跡とかも何もないし、どっかからの侵入経路はありませんよっていうことが確定した時点で、もう一回あったときに、そこからスタートですよね、はい。そうですね。これはあんまり言いたくないですけどね、上司に、お前頭おかしいのかって言われて、ね。上司には言わなくていいんじゃない？あ、多分管理人がその上司伝わらないといけないんですよ。じゃあ上司だな。そうなんですよ。お前は頭おかしいって言われるのは間違いないんですよ。でも怒ってることはね、事実だし、でもまあ同じこと言うでしょうね、カーテン変えって言われるんでしょうね。いや、そうなんですよね。なんでカーテン買ってないんだって言われたら、いや、時間くださいって言うしかないですけど。でも新しいんですけどね、このマンション、多分ハイツだと思うんですけど、うん、すごい綺麗ですし、いや、これ厳しく言ってるんじゃなくて、これ、はい、人の可能性あるからそれ危ないじゃんって話なのよ。まあそうなんですよね、うん、でオカルトの方向に行き過ぎて、人の可能性があるのにオカルトだの方向は危ない。だから一番最初に人かどうなのかって言ってるから、これだったら心配だし怖いし、だったらここに来てる場合じゃなくないって話なの。で、一応とりあえずでけえタオルあるんで、一旦そこで今隠してるって感じですね、とりあえずですけど。でも怖いですね。いや、それはね、いや、ほら聞いてるこっちも心配なんじゃん。まあ僕は多分大丈夫だと思うんですけど、もうじゃあいいんじゃない？知らんけど。だってカメラも撮れない、カーテンも買わない、相談もしないんだったらお手上げだよ、こっち。そうですね、カメラセットしたいですね、なんかしらして。なんかして、だからそういう心配なわけでしょ。ああ、怖いっていうのだったら、まあじゃあオカルトでいいんじゃねえなっちゃうから。心配って言ったら、正体知りたいですよね、ちゃんとした。人だったら、やめろよって言えば、知りたいならやんなさいよって話。そうですね、ちょっとカメラどこに設置しましょうね。設置っていうか、来た瞬間もうパッて取れる、スマホ手元にあるわけです。ああ、なるほど。そうそうそう、だからスマホっていうものが文明の利器があるわけですから。でそれ人だったら証拠にもなるじゃないですか。そうですね。うん、理由聞きたいですよね。なんでこんなね、ラオウの寝室を覗くんだろうっていうね。うん。うんってなりますよね。うんですよね。うん。悪趣味としか言いようがないですよね。どっから入ったっていうのになるのあるしね。そうなんですよね。うん、よく登ってきたね、そんな崖っぽいものをって。うん、そこはほら、確認しとかないと、ほら、これ別でも危ないからね。その人変質者かもしれないし。いや、それマジで怖いっすよね。人だった場合。で、人じゃなかったら、ちょっとやばくないってなるし。確かに。今までの全部経緯が、これオカルトだっていうことになるわけですよ。じゃあこれで、本当に。住めるのかって話じゃん。そうですね。これでじゃあ人じゃありませんでしたってやつはむちゃくちゃ怖いですけどね。で、4LDK に2人で住んでるわけでしょ、今。そうですね。ということは少なくとも1つは確実に部屋は空いてるわけでしょ。いや、空いてるんですよ。空いてるんですけど、うん、その今暑いじゃないですか。うん、そのクーラーある部屋が僕とその上司の部屋しかなくて。じゃああと2人入れないじゃん。入れないですね、物理的に。そうだ、もうこれでマックスなわけでしょ、じゃあ。まあ、ほぼ、まあ、現状マックスですね。まあ、荷物置きなのか何かわかんないですけど、寝室なのかとか。寝室ですね、全部。すごい綺麗にしてますね。え、寝室がなんか、え、ちょっと待って、ちょっと待って。はい。これ 4LDK でしょ。で、ハイツでしょ。はい、横並びですよね。横にも玄関ありますよね。ってか、402号室だったら401号室ありますよね。はい、あります、あります、あります。402号室に住んでたとしたら、はい、401号室の人は来れますよ。そうですね。でも、来ますかね。可能性の問題ですよ。でも、隣、同僚なんで、隣の部屋。その2つしかないんですか？ 2 つしかないですね。2つじゃ、厳密には、まあ、大きなマンションが中に、なんか、若干、中くらいのマンションがあるんですけど、でも、そのね、住人が来るとはとても考えづらいですね、ちょっと位置的に。わざわざね、ちょっとね、なんていうんですかね、崖っぽいもん登って、崖というかなんかね、上登って、見に来るかって話ですからね。管理人か？いや、わかんないからね。そうなんですよね。うん、でもまあ、まあ、カーテンは買います。カーテン買おう。でも本当に、雨の日に立てたらビビりましたね。ちょっとね、だから一旦現実方面で考えて、はいはい、そうですね。うん、で、それがないよって言われたときに、はいはい、ゾッとしたらいいと思う。思います。僕は常にゾッとしてるんですよ。さらに寝ても覚めてもゾッとするんですよ。さらによ。さらにですか。うん。それはむっちゃ怖いですね。うん、一旦そっちをやろう。そうですね、それが確定したら本当に、そっちをしないと他の住人のこともあるわけじゃん。他の、まあそうですね、住人もいますね。わかんないし。わかんないですね、一応。ちょっと確定させとこう、そこは。そうですね、ちょっとまあ近い上司に言って。危ない、ちょっと怖い。なんか違う方面の可能性もあるから、それは怖いです。ワンチャン高弘ですかね。うん、あ、ごめんなさい、なんでもないです。ちょっと前の話をちょっとふと思い出して、すみません。話なんでしょうね。ほら、一角さんっていや、本当やばいバカなのかもしれないよね。まあ、そうですね。会社では天然とやれますね。ちょっとちゃんとしよう。ちゃんとして。ちゃんとせえ。一応それなりの役職もらって結構ちゃんとしてるつもりではいるんですけど。ちゃんとして。それ、はい、すみません。ちゃんとしよう。そこはちゃんとしよう。そうですね。はい。そうですね。一応責任ある立ちますからね。そうね。それこそちゃんとしないとね。人かもしれないって、他に横に同僚がいるんだって、さらにちゃんとしないとね。そうですね。よろしく、カーテン買おう、まず。そうですね。ちょっと Amazon で。よろしくお願いいたします。了解しました。はい。カニ柄のちょっと探して、うん、ちゃんとせえそういうふざけてる場合じゃねえんだよとりあえず今すいませんすいません違うんだごめんなさい心配する心配すんだろっつってんだよすいませんすいませんよろしくお願いいたしますガチャ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 、はい、ガサゴソガサゴソ音しますガサゴソしますよガサゴソする、うん、あれですかねあれでも、はい、すいません。なんだろうはい。音の原因はわかんないですけど、はい。よろしくお願いします。はい。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってください。なんで声近づけたんだよ。失礼いたします。ですね。この話は俺自身なんですけど、体験だはい、なんですけど、幼稚園の頃に、喘息で、病院通いしてたんですね、いろんなところで。はい、で、その、あるとある駅に、うんまあ、帰りの電車に乗ろうとして、はい、幼稚園ぐらいでしょうかね、確か。その時に、白目向いて倒れたんですね、うんうん、親がいる時に。うんうんで、その時の記憶が赤いスカートを見たって感じがあるんですね。うん、で、そこから数年経って中学生の時に、またその病院通いしてたんで、うん、またとある駅のところで、まあ電車を待って、まあその時帰れたんですよ。で、うん、家に帰ってきて、打ち倒し窓っていう、窓があるんですけど、打ち倒し窓。内側にこう引く窓ですかね。おお。それがあるんですけど、それを、まあ、何気なしに雨降ってるかどうかっていうのを、帰ってきたばっかりなのに、雨降ってるかどうかを手を出して、うん、やったんですよ、はい、なんでやったか分かんないですけど、はい、その時に手掴まれたんですね。ほうほうでうちって4階なんですよ、うんうん、で外ってそれも外ですね。下なしです。うわ左でガチってもう掴まれたんですね。でそこから記憶なくしてるんですけど、はい、そこの時もなんか赤いものが見えた、スカートなのか分かんないですけど赤いものが見えたっていうことで記憶がなくなってるんですよ、うん、でそれから30分後で起きてなんか変なのあったなと思って、で今年ですよ、今年8月の12日ですかね、うんコミケ行ったんですね。コミケ、はい。私。はいはい。はい、で、その帰りにですよ、はい、なんか、おかんがするなと思って、はい、人がいっぱいいるんですよ、はい、すごく。はい。そりゃそうですよ。すごく人がいるんで、おかんがするんですよ。すごい、あほう。で、何かなと思って、周りパーっと見てたら、うん、誰かの後ろに、こう、うんなんかおんぶしてるかのような赤い女性がいたんですよ。うん、あなんか嫌なもの見ちゃったなと思って、うん、でそれともうこう関わらないでしょって思ってだいぶ離してこう帰った電車に乗ろうとしたんですよ、うん、そしたら電車っていうのはこうコミケ会場の電車ってこう通勤電車みたいにすんごい混むんですね、あれ。まあ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 、混むレベルじゃない。混むってレベルじゃない。漏れるレベルですからね。そうですね。で、それが、こう、まあ、なんでしょう。何回かに分けて、こう、帰りの電車になるんですけど、うん、その、一番、まあ、一番正当じゃないですけど、まあ、前に2、3人いて、で、やっとホームに立てたんで、あ、次乗れるかなと思って、うん、で、思ったら、その、もうぎゅうぎゅう詰めの電車の中で、うん、赤い人が私にテープ振ってるんですよ。うん、で、バシュシューってしまって行っちゃったんですよね。うん、最初、誰かに手を振ってんだろうなって、周り見たら、誰も、なんかそういう話もしてないし、うん、っていうことが起きました。はあ、まあ、まあ、全然違う人かもよね。それ言っちゃえばね。自分の後ろの人かもしれないからね。とないか。それは分かんないけど、まあその赤っていうところがまあ付随するし、なおかつまあね、引っ張られてるわけですからね。ね。4階で一番まあその手を掴んだ後にこう打ち返って、その1日後ぐらいにしたら左手の手の甲にぼんじが浮かび上がるっていうことがありましたけどね。なんでそれ写メ撮ってないの？いやだってそれ中学生の時ですもん。ああ、中学生の時か。あ、その時捕まえられた時ってことですね。はい。はあ。じゃあ今梵字が映ったら、その時捕まえられた時は何にもなかったんですか？何にもないですね。へえ、なんだろう、4階で捕まれたっていうことでしょ、もう感覚としてっていうか、もうガッて。もうがっつりですよ。ありえないですからね、それは。そう考えても誰かが向こうの方のベランダからマジックハンドみたいなんでガチャってガチャガチャガチャ。うちの家って4階建てなんですけど、その隣がそのマンションなんですけど、うん、マンションの空き地っていうか、ちょっとしたこう、なんでしょう、庭じゃないですけど、ちょっとところがあるんですよ。マンションのところの庭みたいなのがあるんで、はい、完全に隣からガチってやるには数十メートル離れてるんですよ、そのマンション。俺冗談で言ったんですよ。冗談今の。マジかんだ冗談ですけど。つかめる可能性としたら本当になんか遠くから何かしらそういったようなものをしないといけないか。なんか硬いものが何かふわって上から落ちてきたとか。でもそんなこともね、なかなか考えにくいでしょうしね。どういうことだったのかわからないですけど、まあ、そこから気を失ったんでしょ？中学生の時はそれは気を失いましたね。まあそのアパートに何かがあったのか何なのか分かんないんですけど、でもこれうち家はもう27年住んでるので、うん、そのことはないと思うんで、ですよね。どうなんですかね、そこら辺は。でもまあそこら辺の見た記憶っちゅうか、なんかちょっとまあ重なる部分中のか、まあ、重なるのか、まあそれがまあにしたっちゃ本当ね、なんかつかず離れずな感じもありますもんね。みんながそれがそうだったらですけどね。はい、はあ、いや、ありがとうございます。はいはい、いや、失礼します。はい、頑張ってください。頑張ります。いきます。はい、どうも。ですね、はい、これは私がですね、パチンコ屋さんの店員をしていた時の話なんですけど。はいはい。はい。はい。ですね、パチンコ屋さんで、インカムというものをよく使うんですけども、はい、インカムってわかりますかね、皆さん。トランシーバーのような、こう、ピッてやって、仲間内だけでこう、やり取りするあれなんですけど、はいはい。はい。あれにまつわるお話で、はい。はい。当時ですね、パチンココーナーとスロットコーナーと分かれてまして、はい、いわゆるフロアが別になっているお店で、まあ2階のフロアをやってたんですね。はいはい。で、まあちょっと広いフロアに対して、人がとても少ない店舗さんで、はいはい。まあ本当にこう、一つの作業をするときには、一人が全部見るような、もうなんか休憩回しをするときは、もう事務所の人が出てこないといけないぐらいこう人がいない状態だったんですね。はい、で、そんなわけで、そのインカムを使ってこうやり取りをするっていうのがとても大事で、例えばトラブル、なんかお客さんに呼ばれたって時はもうそのちょっとしたことでも必ずこう、今から対応入ります。今からトラブル入ります。で、やり取りをしてから、中の人と、まあ、事務所の人を見れたらカメラで見てる状態にして、から入ってたんですね。はい、で、そんな時私がこう、回ってたらお客さんのトラブルに呼ばれて、あ、ちょっと時間かかりそうだなっていうので、これからどこどこのトラブルに入りますと。お願いします。っていうインカムを入れたんです。はい。そしたら向こうからピッてボタンを押す音がして、はいって聞こえたんですね。はい、で、はいっていうのがちょっと違和感だったんです。っていうのも、そのお店では受け答えのなんか決まってまして、何か言われたときは必ずこう、了解ですとか、じゃあどこどこやりますっていう、お願いしますっていうようなやりとりで、短い返事だと聞き取りにくいから、なるべくしっかり話す返事が必ずしてた。でも、なので、大丈夫かなと思って、もう一回同じ内容を入れて、トラブル入るんで、大丈夫ですかって言ったら、はいって聞こえたんですね。なんかやってんのかなと思いつつ、まあお客さん待たせるわけにもいかないので、トラブルに入って、で、まあそこは事なきを得たんですけど、で、昼間の自分の仕事が終わって、事務所に戻ってきて、で、さあ帰ろうかな、みたいな時のこう、ゆっくりしてる時に、その一緒に今日働いてたフロアの子が、なんでトラブル入る時に、インカム入れてくれないのって言ってきたんです。いや、入れたしってこっちはなるわけじゃないですか。で、向こうは向こうで、なんか勝手に入られて、こっちはこっちで呼ばれるし、もう、すごい大変だったから、そういうのやめてくれるってすごい一方的に怒ってて、で、私は2回も入れたから、もう、2回入れたし、それでちゃんと返事もあったし、でも向こうは聞いてないし、返事もしてない。っていうちょっと口論だったんですね。そしたら、どうしたのって役職の上司の人が入ってきて、私は仕事の時にトラブルに入って、ちゃんと印鑑も入れて、で、応対もあって、って、それでやってんのにっていう、こういう風になってるんですよ。っていうやりとりを説明したら、事務所の中にあるインカムのスピーカーの方から、はいって聞こえたんです。っていうお話なんですが、そのインカムの不思議な返事っていうのが、これにとどまらずですね、男の人がいないのに、その時に、男の人がいないってことはないんですけど、男の人がトラブル入ってたり、やり取りしてて、絶対的に今、女しかいない状況で、インカム入れたら男の人の、あーって声が入ったりとか、そういう不思議なことが起きるホールがございましたというお話でした。はい。それは、はい。それはなんか結構、なんだろうな、結構大きいところのホールとか、うんまあそんなに大きくないホールとかっていうのはあるじゃないですか。そこは結構大きいホールで、いや、混戦かな疑惑も結構あったんですよ。ああ、そっか、周波数とかでまあね、あったりしますけど、まあでも。ただ、その時のホールって、地下と1階、2階なんですけど、はいまあ、地下は倉庫で使ってなくて、1階と2階は、まず混線の線が違うので、しないように分けてやるので、絶対しないようになってるんですよ。で、上は、その時は、インカムとかそういうものを使っていない古着屋さんとかだったんで、なんでそんな声とか音とか変なのが入るんだろうなっていうのが結構たびたび続いてたんですね。なんで、まあそういうところには集まりやすいのかなと思った出来事の話でした。はあ、まあホールとかはね、結構そんなお話はあったりしますけど、でも入ってただね、よくかなたさんもおっしゃってると思うんですけど、はい、出るならもっとはっきり出てほしいんですよ。わかんないんですよ。まあだってそれって業務連絡をしてて帰ってこられたら。はいまあ分かりにくいよだからね。そうなんですよね。もうだから怪奇現象であるならもっとはっきりこう主張していただければという気持ちでおりましたけども、これでもちょっとこの間話したら結構怖がられたんで、あそっか世間の人はこういう反応なんだなと思いました。ましてや多分何にも経験のないホールの人とかに喋ったらやめてよって言われるかもしれないですよね。ああ、そういう人たちに話してあげてました。嫌がられました、ね。鬼。はい。でね、はい。またそんな体験があったらいいなという感じでお話しさせていただきました。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、では失礼いたします。はい、頑張ってください。はい、ではでは。身近な話がちょっと多かったので、はい、身近な話の方がいいのかなと思ったんですけど、一個なんか、多分私は確実に見たぞっていう経験が、はいあったのが車に乗ってる時だったので、はい、そのお話をしようと思っています。はいはい時期がちょうど、夏休み真っ盛りをちょっとずらして休みを取った時だったんですね。はい、シーズンをちょっとずらして、夏休みを取ってで、友達というかその時の旦那とその頃は旦那だった人と一緒にどこだっけ、長野の宇子ヶ原公園あれなんだっけ山の上に湖があって、長野の方で、はい車山高原っていうところ車山高原です。車山高原っていうところがあって、はい、でその上に白樺湖リゾートみたいなのがあって白樺湖はい、それに行くために車山高原っていうなんか車が登っていく道路それのために整備された道路を上がっていくっていう、あれだったんですね。で車の運転はどっちも普通にできていてどっちかっていうと運転は私の方が得意だったので、はい、で、にしても普段は街乗りしかしてないから山を登る時は慌てない慎重にゆっくり登ろうというふうにお互い言って、はいのんびり行きましょうっていう感じで登り始めたんですよ。はい、車山高原のこう登っていく道ですね。はい、で登り始めて、まあ、シーズンオフ選んだからっていうのはもちろんあるんですけど、うん、全然行き交う車が全くなくて、うん、本当にこの道で合ってんのみたいな感じなぐらい対向車もないし、うん、こう追い越していく車もいないしっていう状況の中で、はい、まあ、慣れてないから煽られるよりマシと思って、はい、ゆっくり登ってたんですよ。はい、でそしたら、なんかふと気がついたら、まあ、角を曲がるときにバックミラーは見るじゃないですか。はい、でちらって見たらすぐ後ろに車が煽るみたいなぐらいぴったりくっついてるのが見えて、うん、うん、であれいつの間にって思って、でまあ、ごめんなさいね、こんなスピードで登ってたからと思って、でカーブを曲がりきったところで、うん、ハザードを出して端に寄せて行ってもらおうと思って、うん、止まったんです、一回。はい、でどうしたのって、まあ、元旦那に言われて、でいやすぐ後ろに車がいたからねと思って、先に行ってもらおうと思ってって言ったら、いやいないじゃんって言われて、うん、でいないって思って、あれじゃあ気のせいと思って、またこう普通にウインカー出して走り出して、で坂をこう曲がるときに坂じゃないや、曲がり角、カーブを曲がるときに後ろふっと見ると、うん、確かに車いるんですよ。はい、バックミラー越しに見えるんですよ。車が見えて、うん、運転してる人も見える。なんかシルバーっぽい塗装の車で、うん、で結構カクカクした感じの、うん、車ちょっと昔に流行った感じの、今結構シルエットが一回丸っこくなって、またカクカクしてくるようになってるじゃないですか、最近また車のデザインが。わからないなんて言ったらいいのかな、昔のなんだろう、なんつったらいいんだろう、西部警察とかあの頃に西部警察に登場してたような車、はい、みたいな感じのカクカクした感じの、うん、私もあんまり車に詳しくないのであれなんですけど、うん、でサイドミラーじゃなくて車の先っちょの方にミラーがついてるやつだったんですよ。はい、で結構古いタイプの車なんだなっていうのはそれで分かって、うん、で運転してるのは、メカニをかけてるおじさんだったんですね。はい、そこまで分かって、でやっぱりいると思って、で、まあ、やっぱ煽るぐらいについてくるから、はい、これはあれだなと思う、まあ、嫌がらせだよなと思って、うん、で、カーブを曲がりきってからハザードを出して、端に寄って止まって、うん、ではいどうぞ先に行ってくださいっていう感じにしたんだけど、うん、その車は来なくて、うん、で俺って、まあ、2度もそれをやるから何どうしたのって詳しく説明したんですね。はい、で今のところにないでしょって、でもねって走ってて、カーブ曲がるときに一応後ろ大丈夫かなって言って、バックミラーで後ろを見るでしょって言って、見たらいるのよっていうふうに言ったら、うん、分かった、じゃあ、次にカーブ曲がるときにこれもちょっと見てみるっていう、サイドミラーとかで見えるから、うん、見てみるよって言って、うん、でこう曲がる時になったら、ほらいたって言って、元旦那も「あいるね」って言うんですね。はい、だからいるんですよ車。うん、で現れるから、やっぱいるんだなと思って、カーブをとりあえずやり過ごして、でハザードを出して、もう一回今度は2人で振り返ったらいないんですよ車は。うんうんうん、でこれはと思って、これは惑わされちゃいけないやつなんだと思って、うん、煽られてるとか思って焦って運転して事故とか起こしたら大変だから、もういるのは分かったから、気にしないことにしようっていうふうに思って、でもうあとは後ろにこう曲がるときに後ろを見て、その車がいるのはもういるんだ、分かったっていうことにして、でそのままもう何事もなかったように普通に自分たちのペースで登ろうっていうことにして、とにかく峠道をこう登り切ったんですよ。登り切ってで、登り切って平らになってから後ろのバックミラーで後ろを見るともう車いなかったんです。この追ってくる車がいなくなってたので、じゃあ峠にいる車なんだって思って、で私たちはだから登ってくる時に後ろについてきたから別に何事もなかったけど、これ降りる時だったらちょっと怖いよねっていう話になって、でだからじゃとりあえずじゃあ帰る時はその車山高原のスカイラインを降りていくのが一番早道なんだ、近いんですけど、ちょっとあそこを降りていく勇気は出ないからちょっと遠回りだけど別のルートを通って帰ろうって言って別のルートを通って帰ったっていうような、まあなんかそんな、まあ、ありきたりなお話なんですけど、そんな感じです。じゃあ走ってた状態ですよね。そうです、走ってた状態。カーブを曲がった時に後ろからずっとついて煽ってきたやつがいなくなったんですよね。走ってる状態で、カーブを曲がる前に一回後ろは確認するじゃないですか、ミラーで。で、曲がる時にで後ろを確認してそのままカーブを曲がる、で、曲がりきって、じゃあその曲がりきってちょっと行ったところで、まあ安全なところを見つけてハザード出して止まって、で行ってもらうまあ、すごい近いからまあ、煽ってるんだろうから行ってもらおうとするといないんですよ、車は来ない、だから、っていうのをね何回か繰り返して、で車はいないんだなっていうふうに判断したっていう感じでした。いたずらにしちゃでもまあそういうどうなんだろうか、峠のやつ峠の何か分かんないですけど、ちょっと下りは怖いので下りでそういうふうになると事故起こしやすいじゃないですか。わからない。なんか慌ててハンドル操作を間違えてとかってなったら怖いから、だから帰りは別のルートを通って帰ってきて、どっちにしろ嫌ですよね。で、この話は前に西浦さんにちょっとしたことがあって、そしたら西浦さんはその峠でその話を初めて聞いたけど、その近くに似たような話はあるねっていう聞いたことありますよっていうふうには言ってたんですよ。なんかその私が経験したところ道路でそういうことが起きたっていうような話は初めて聞いたかなって言っていました。まあ、峠とかはね結構何かしらそういった車の霊的なようなものもあったりしますしね。なのかなって、なんかそれがなんか割と分かりやすい登場の仕方だったかなっていう感じで。車でも危ないですからね、歌ってね。しかもそれで、しかもそれでパニックになっちゃっても何っていうようなハンドル操作を誤る可能性もありますからね。なんかね、パニック、それはまた別の話になっちゃうんで、あれですね。パニックとかで怖いんだったら、私ダイビングするので、はい、海の中でも経験とかもあるんですよ。はい、なので、これは車の話とはまた別の話になっちゃうから、機会を改めた方がいいですよね。結構海の中でもあるので、そういうことって。まあ、海も怖いですからね。海怖いですね。面白いんですけど。まあね、楽しめるところは楽しめるんでしょうけども、なかなかね、まあ言うて怖い。そう、まあやり方間違えるとっていうか、まあ初心だから、ちゃんとライセンスとかがあったりだとか、インストラクターいてちゃんと遊べるところがあるんですからね。ライセンス取って経験本数稼いでいろいろ経験しても、ね、そんなことあるってことたまにあるので、だし海の中でパニックを起こしちゃえばあっさり死んじゃうし。そうですよね。で、それはそういう系だったら、まあ、ちょっとあるかなっていう感じなので、もしまたよろしくお願いいたします。その時ははい、はい、すいません、なんか大したことなくて申し訳ありませんでしたそれで帰るのやめようぜどうだ、すごいだろうっていうのもちょっとあれじゃないですか。なんで0100なのよいや、ありがとうございますでいいじゃん。ありがとうございますそれ言われた俺どうすりゃいいのよそんなことないよっていうしかないでしょうよそうだったとしてもですよねまたよろしくお願いいたします。はい、なんか楽しく聞かせていただいていたので、なんかちょっと参加したくなりました。いや、もう参加してもらえないと俺が寝ちゃいますからね。そんなのもちょっと感じて。またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、どうも。失礼いたします。はい。多分15、16年前のことなんですけれども、はい、小学校6年生で修学旅行行った時の出来事なんですけれども、いいシチュエーションいや、ちょっと学校突番地あったらこれ話そうかと思ってたんですけど。そうなんですね。ちょっと最近ちょっとやってなかったんで、はい、そうですね、はい、まあ今日突きました。はい、はい、行き先が京都、奈良でなんかお寺回る、はいはい、定番ですね。そうですね、程度のコースだったんですけれども、最後に自由行動あるような日程で、でまだ当時カメラ付き携帯とか普及し始める直前だったのかな。でそれでなんか、まあ、なんか小学生とかだったんで、旅行にカメラ持ってきてる人って、インスタントカメラで1グループに1人や2人ぐらいだったんですね。はいはい、でまあ当時男子グループなんで、そんな、写真欲しいって人もちょうどグループに1人もいなくて、誰も持ってきてなかったんですね。はい、で、まあ、何を思ったかっていうと、なんか学校の先生が1人ぐらい、担任の先生とかが一眼とか持ってなんか写真撮ってるじゃないですか。はいはい、でそれになんか写りまくれば、写真撮ってもらえるんじゃないかっていう考えで、当時その先生とみんな仲良かったんで、なるべくその先生と共に行動をしてたんですね。はい、それでまあその作戦が功を奏し、結構な写真を撮ってもらったんですよ。はいはい、でまあ無事修学旅行も終わり、うちの学校だけかもしれないんですけれども、廊下に修学旅行の写真を番号を振り分けて、まあ、300枚ぐらいパーって廊下に張り出されて、で学生がその好きな欲しい番号を、用紙に書いてなんか提出するとその写真が買えるみたいなシステムだったんですね。はい、でその先生、カメラマンだった先生に、もう30枚ぐらいですかね、多分それぐらい撮ってもらったはずだったんですけれども、その一覧300枚ぐらいあった一覧から探したんですけれども、どう考えても3枚4枚ぐらいしか写ってなかったんですね、その中に。で、あれおかしいなって思ってたんですけれども、結局まあそんな写真写ってもらったけど、まあ結局欲しいかどうかって言ったらそんな欲しがる人はいなかったんですようちあのグループでまあ中に入ることが全てみたいなそうなんですね。まあちょっとやんちゃしてたもんで、それでまあその時はもう思ったより少ないなと思って、まあちょっと不思議だったんですけども、別になんともなく終わったんですね、その時は。でちょっとそこから時は経ちまして、20歳の同窓会かなんかでちょうどその担任の先生が出席してたんですね。でちょっと5人グループの男子でその時修学旅行いたんですけれども、2人もなんか遠いところに行ってて、3人で当時の、先生と20歳になってお酒ちょっと飲みながら話してたんですね。でその時にいや今時効だから教えるんだけど、あの時お前ら撮った写真なんかすげえオーブみたいなのが飛んでてでこういうの載せるわけにはいかねえからちょっとだいぶ削っちゃったわっつって、いきなり言われていきなり言われちゃってでちょっとその時が怖かったんですけども、で僕たち5人が写ってる写真だけその、オーブ、まあちょっと今の年齢でちょっとカメラとかも自分も勉強してるんで、いや金田さんの放送で言うのもなんなんですけども、オーブちょっとかっこ笑いみたいな感じに思っちゃうんですけれどもいや俺がそれを言ってますからねまあそうですねはあってなんでちょっとまああれって思うんですけども、でもその先生曰く連続で僕らを撮ってるわけじゃないんですけれども、必ず僕らの写真5人組の写真だけそのほこりまみれみたいなオーブのようなものが写ってるのが必ず撮れてて、でこれはおかしいと思ってなんか外したらしいんですね、っていう話でした。ちょっとそのまあ他の人たちとかにもそのものが写ってたりしたら、まあ、確率的にめっちゃ写り込んでるからね、まあ写ってる分母が大きかったらそれだけ写る可能性もあるし、他の人たち全然写ってないのにこの5人だけっていうようなものがあったりすると、ちょっとそれはなんかちょっと奇妙さを感じたりはしますよね。どうしてもオーブとかってもちろんまあそれはまあ勉強してるし、まあ、お分かりだと思いますけどね、連続で撮ったところでこれ条件が合わないとやっぱりオーブとかっていうのもなかなか映らないので、そうですもんね、 100% 映るもんじゃないですよ。この条件でこういうふうに映したらこう撮れるっていうことは分かっちゃいるんだけど、それがたまたまあるから、どうしてもそう思われやすいというか、この時映ってないのにこの時映ってる、なぜだになっちゃうんですよね。でじゃあこれはオーブとかっていうのはまあほこりだったりそこら辺にある水蒸気だったりそういったのがフラッシュに乱反射して、まあ最初にね被写体がほこりだとかそういったものが近いからピンボケして最初に入ってくる光がそれだからそうなるんだよ。あとレンズの大きさとかフラッシュのフラッシュがどこにあるかっていうボディについてたらなかなか映りやすい、いろんな条件が重なってそう撮れるけどもなんですよね。そこがちょっとこうなんかオカルトになりやすいというか、そうなんですよね。かといって映るから全部違うっでまあ大体もう見たらあこれこうだねってこうイグジフ見たりしたらこうなるからああこれもうオーブだなとかってなりますけど、はいはい、これじゃないって場合ってじゃあ何よってなるとまあもうひょっとしたらそういう場合なのかもしれないですよね。条件があった時だけっていうのがその人なのか何なのか、しかもあこれ見てみたくないですか、どっからかがそのオーブが発生しているやつがいるかもしれないです。その5人の中にそうなんですよね、はいうん、そんなところにちょっとオカルト心をくすぐられる、誰が発生源なのかっていうのをねちょっと確かめたいところもありますよね。もうそれは先生の言葉だけでしかそれは言えないし、ましてやこれ先生が言ってるのはオーブとかって言ってますけど、もっと違うもん映ってる可能性もありますもんね。ああなるほどね、はい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 、なんか単純に心霊写真的なようなも映ってたからこんなもんなかなか出せないってね言われたけども実はみたいなところもちょっとこうはい、もう光の線でもう一人もう完璧消えてますぐらいの写真だったかもしれないですよね。そんなのがあったりしたらちょっと面白いですよね。そうですねちょっと不思議な体験っていう、まあ実際には自分らは何もしないんですけれども、まあそんなことがありました。悲しみと後に聞いたなんかよくわからない理由ってそうですね。まあまあまあ当時まあ写真まあどれだけ写れるかってもうそれだけだったんで、まあ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 いいんですけど、ね、まあ結果ちょっと欲張りすぎたっていうところあるかもしれないですよね。はい。ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、失礼します。はい、どうも。